はい、日本語教育世界の皆さん、こんにちは。このビデオは第8週の模擬授業の SOP ですね。第1週は模擬授業とは何かについてお話をしたいと思います。模擬授業というのは、英語では mock class ですね。授業をしますけど、でも本当の学習者はいません。で、他の先生が学習者の役をすることが多いですね。なぜするかというと、練習のためにすることがありますし、それから、先生が新しい仕事に就くときに、その学校が採用試験として模擬授業をすることもあります。じゃあ、模擬授業でどうして練習することが大切なのか。まずですね、失敗するかもしれないことに挑戦ができます。これはですね、逆に言うと失敗してもいい場所なんですね。ですから、どんどん、自分の新しいアイデアとかも、使ってみてください。それから何を考えていなかったかがわかります。模擬授業で実際に体を動かしたりスライドを作ったりすることで、それまでに何を考えていなかったか、何の準備が足りなかったかがわかります。ですから実際の授業で、準備がちゃんとできるわけですね。そしてそれから模擬授業をすることによって、自分の授業について他の人から意見をもらうこともできるようになりますね。はい。で、11月17日の、模擬授業でやることは、3人のグループになって模擬授業をして、しますね。で、1時間ありますから、1人20分以内でお願いしたいと思います。3人が順番に模擬授業をしますね。で、そのための SOP を、今週11月10日から作り始めてください。模擬授業の SOP で、模擬授業でやることはですね、またみんなの日本語の今度は第5課からですね、第5課から例文を一つ選んでください。もし場所へ行きますを選ぶんだったら、例文1、2と練習 A の1、練習 B の1、2、そして練習 C の1、これをやります。2番目の文型をやるときは、文型に例文3、練習 A、練習 A の2、練習 B の3、そして練習 C は2番がありますね。同じように3番のこの、誰それと行きますのときは、この、ここの練習をしますし、何日の何時に行きますという文型を選ぶときは、これらの練習をします。誕生日は何月何日ですの場合は例文6と練習 B の8をやるわけですね。はい。最後にお願いしたいことがありますが、これは必ず、優しい問題から難しい問題に進んでください。それから、先生よりも学習者が多く話すようにしてください。この、特に1番についてはちょっと、もっと説明が必要ですから、次のビデオで詳しくこの1番についてね、話したいと思います。はい。それではこのビデオはここまでになります。フィルムレンゲー。